久保さん今回瞑想にしましょうか多分あの幸せを感じるとか不幸せを感じるとかまあそのまあいろいろあるんですけど多分瞑想すると無になると思うんですよね無 <laughs> 無ですよね瞑想って多分そんな感じだと思うんですけどだからその人っていうのは何かのなんかその感情に左右されたり情報に左右されたりもうこの天秤が行ったり来たりするのでなんか瞑想っていいんじゃないですかね うん、なんかふとそのあの無心になるというかうん多分ね無心まあ無心にがむしゃらにみたいな言葉はありますけどもなんかその無心にがむしゃらにやってる時ってなんだかんだ言って一番パワーあると思うんですよねなんか余計なこと考えるとあこれやってても稼げるのかなみたいなねこれ売れんのかなみたいなね <laughs> もうあのロボットのごとくロボットのごとく無心で 一万サイト作るみたいなね。<laughs> 結果稼げたみたいな。うん。そう。だから僕はゾーンって呼んでるんですけども、まあ瞑想はしてないけど、ゾーンって、ゾーンって呼んでて、ゾーンに入ると、別にその、こうなんですよね。なんか、没頭するというかね。うん。だから動画撮ってる時もゾーン入ると、気がついたら30分、1時間とか撮ってるんで、うん。ゾーンに入ってる時が一番いいんじゃないかな。余計なこと考えないし。 でも余計なこと考えないんだけど、達成してるっていうね。余計なこと考えずに、1万サイト気づいたらあの完成してて、気がついたら稼げたみたいな。<laughs> うん、そう。だ瞑想、瞑想、瞑想。なんか瞑想の場合は、まあ、瞑想みたいな話なんですけど、うん、なんかゾーンに入ってや,やるといいと思いますね。いってらっしゃい。